さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うをコンセプトに、ママが笑える、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私藤野テイストでお届けしている30分番組です。先週に引き続きオープニングは、藤野出没情報。どんどんどんパフパフパフ。実は前回ね、たった2つしか言えなかったので、ちょっと今回はちょっとスピードアップして何個かお知らせしたいと思います。11月の13日の金曜日、こちらは Facebook、メソッドグループワークということで、私が Facebook がなかったら今の私はないっていうぐらい、今の Facebook をねガンガン活用することで、まあ、お仕事が加速しましたよっていう、それをちょっとノウハウに、ちょっと長いな、がっつりノウハウにまとめて、お届けをしている、グループワークになります。だいたい 5,6 名の方に来ていただきながら、で中でどういうこと、結構で細かく、ちょっといやらしい、いやらしい、まあなんかで小ネタなんかも入れながらやっている、グループワークです。こちらは、ホテルエルセラン大阪でやってます、やります。はい、あと、11月27日が、抱っこセミナー、はい、いつもの梅田阪急、阪急梅田本店ですね。こちらで、1時半から抱っこセミナーをやっています。こちらの申し込みは、11月の中旬ぐらいからですね、阪急の、ホームページ、公式のホームページの方で、詳細、あと申し込みのイベントページが立ち上がりますので、ぜひそちらでアクセスをしてみてください。で、次の日の11月28日から29日、なんと沖縄行っちゃいます。どんどんどんパフ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 強制的拍手、はい。で、こちらはですね、実は、沖縄の、ごめんなさい、場所忘れました、ティララ、あ、違う、ウルル、あ、なんかそんなような名前のとこですあかんやん、はい。こちら抱っこセミナーと SNS 講座、そしてその Facebook のディレクターがめっちゃ笑ってておかしいんですけどグループワーク、メソッドのグループワークですね。なんと3本立てで、はい、2日に分けてやりたいと思っています。なので、まあね、ちょっと沖縄ですので、まあ、でもこの放送は沖縄でも見ていただけるのでね、ぜひぜひ、沖縄でご覧の皆さん、もしでもね、今ピーチですごい安くでいけるので、なんなら3ついっぺんに受けたろかという方、もし一緒に、あのね、よかったらピーチで一緒に沖縄行きませんか的な、でも11月ちょっと泳げないかもしれないですけどね、いかがでしょうか。はい、あと、12月の4日、こちらが、また阪急の梅田本店で、こちらはですね、ママ企業セミナーですねを、します、1時半から。こちらも1時半から、こちらもおそらく11月の中旬ぐらいからの、公式ホームページ、阪急の公式ホームページで、おそらく告知になると思いますので、また、アクセスしてみてください。そして次の5日が抱っこセミナーが、今度は広島県福山市に行きます。どんどんどんパス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 。またね、こちらはまたちょっと詳細が、まあ、もしくはオンエアの頃には出ていると思いますけれども、またお知らせしたいと思います。ではまた、メインはゲストをお呼びしてやっていきたいと思います。ゲストご紹介させていただきます。集客プロデューサーの小曽根和則さんです。2週目よろしくお願いします。なんとラブジル祭り、どん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 、ラブジル出てる出てる出てるね、結構出て匂うらしいですよ、ね、何の匂いやろ、何の匂いやろ、まあいいや。はい、先週に引き続き、今日も集客プロデューサーの小曽根和則さんにゲストでお越しいただいています。で、ね、前回いろいろとプロデューサーと、まあ、コンサルタントの違いとかもお話ししていただいた中で、またラブさんがプロデュースの中でもまたいろんなお顔をお持ちと、ね、いうことで、じゃあ一体どんな顔を持ってんのと、ね、私もあんまりね、そのどんな顔って言われてもどんな顔って言えないんですよ。ラブさんどんな顔を持ってるっていう、はい、どんな顔なんですか。まあ、プロデューサー以外、やってるのはまず、そもそも僕広告会社経営者なんですよ。あ、そうか、そうですよね。そうなんですよ。で、まあ、スタッフもね、います。大体
グループ全部で100人ぐらいかな。栃木に？栃木。あとは全国。あ、全国。はい。会社が使えるので。知らなかった。私も知りませんね。ちょっと。知らなかった。あまり僕言わないようにして。あ、なんだ。だから。その広告会社が始まりで。経営者として仕事をしてきたんだけど、10年ぐらいやっててね、なんか広告そろそろこれからの時代って自分で広告を作る時代が来るんじゃないかなと思ったんですよ。でいろんな会社さんでそれぞれ広告担当が出てきて、はいはい、自分でホームページ作ったり、うんうん、なんかもうみんなやってますよね。そうね、やってるよって。チラシも自分で作りますでしょ。それ10年ぐらい前に予想してて、じゃあこれからは広告会社のデザインとかよりも教える側に回った方が面白いんじゃないかなと思ったんです。チラシの作り方とか、はい、とかそっちに回った方が面白いの仕事もあるんじゃないか、ということで、プロデューサーを始めたり、あとはね、うちポスティング会社もやっていて、ポスティング、やっぱり広告作ると、まあ、チラシを作ったりすると、そのチラシを織り込み屋さんに預けるのが今までのパターンだったんだけど、やっぱりポスティングでね、一件一件巻いた方が反応高いんですよ。今ほら年々織り込み減ってるでしょ、新聞取ってる世帯が、若い世代なんか全然今新聞読まないわけですから、そこにポスティングしっかり一件一件巻くと織り込みの3倍から5倍の反応なんですよ。そうなんですか。で僕そうやっぱりね、反応の高いの大好きでやっぱりね、もうなんか好きなんですよね。でもやってると自分でもたまに巻いたりもするんですけど、まあそういったポスティング会社と、あとあの一般社団法人日本セラピストビジネス機構という協会の理事長も務めています。はい、そっちの方は、まあ、今名前の通りでセラピストさんとか、まあ、コーチ、カウンセラー、ヒーラー、ボディーワーカーさんとか最近増えてますよね。そんな方々のビジネスのサポート、まあまあ、だから先週お話ししたような何もつながるところですよね。そうですね、やっぱり僕自身がそういったクライアントさんが多いので、もっともっとその方たちを応援していきたいなということと、あとは僕が考えた、まあ、商品コンテンツを、全国の方々で広めたい、私もやりたい、私も講師になりたいという方を募集して、その方たちにその地元で講師をやってもらってるんですね。そうなんですか。ありますよ。知らない、知ってた。知らないんかい。知らなかった。知らないんかい。知ってた。知ってます。あらだからまだ私汁出ないんだ。まだ汁出てない。出てない。私出てるよ。出てるのまま。ちょっと漏れてるから、ね、漏れ出てるんじゃん。漏れてる、気をつけない。気づいてない。そう、気づいてない。そうなんですよ。そっちは、まあ、協会っていうことで、なので講師を育成して、もうどんどんとにかく僕どんどん活躍する方を増やしたい、その活躍する場を作って、どんどんそういった方を増やしていきたいなっていうことから始めてます。知らなかった、なので経営者と、あと理事長と、あとプロデューサーという立場でやってますね。私は、まあ、プロデューサーというラブさんにはお会いしたわけですけど、その先週言ったその、ね、成功してるが9割いる以上いるっていうのは、プロデューサーとして関わった方々の9割。はい、なのでもう会社の方はもうほとんどもうスタッフに預けて、僕はもう正直どんな仕事が今行われてるのか見えない状態。ハンコ押すだけみたいな、社長のどうにも関わっていく時間がなくなっちゃってるので。やっぱりそれはプロデュース業が忙しい。プロデュースが忙しいですね。プロデュースとその社団法人の方でちょっと忙しくなってるので、なのでもう預けてます。で預けるとね、また頑張るんですよ、社員。なんかそれは分かる気がしますね。本人たちも自由にできるし、やりたいことをどんどんやってもらって、結果的に売り上げがじわじわと伸びてる感じですね。それその前の時 の, その広告をやってて、広告会社をやっていて、そこからそのスイッチというか、今ちょっと 変えなきゃいけないかもしれないなと思ったのは、何かきっかけとかあったんですか。やっぱりさっきもね話しましたけど、そのみんな自分で作り始めた、で最初はねすごい不安になって、おいおいちょっと待ってよ、今までチラシとかも作ってたのに、ある日電話かかったのお客さんから、で「すみません、お父さん言いにくいんですけど、チラシの作り方教えてほしいんだけど」って言われるんですよ。教えたら仕事なくなりますよねって言ったら、その人そういうことになりますって、いや顔を青ざめて、でしばらく考えたんですよ。考えたけど、いやちょっと待って、これってもしかして面白いんじゃないの、未来が面白いことになるんじゃないのっていうふうにちょっと予想しまして、で思い切って教えるセミナーを開催したんですよ。まあ、何人か集まって、で、それがきっかけで、まあ、最初はね片言の日本語で
なんとかやってきた。え、片言の日本語ってどういうこと？もうね、人前で喋らんってやったことないから。あ、それまでに？え、社長なのに？なのに。恥ずかしくて。え、だって社長ってほら人前に出て。いやいや、あのね、これが実は僕ね、上がり症で、今でこそこうやって喋ってるけど、はい、もうお客さんのところに営業なんか行くともう喋れなくて。え、1対1でも喋れちゃう。いやイラッとしちゃったって嫌な顔しちゃったね。いやでもね、本当イラッとするんですよ、お客さんが。で、いやまずい、これ怒ってるどうしよう。で、そうですよね、あの お忙しいですよねとか言って帰ってくるんですよ。で、帰りに泣きながら帰るんですよ。涙ボロ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 。ナムさんと話してて、僕泣いたんだよねって何回も聞いてた。もう涙ボロボロボロって。それでも全然喋れないんで、だから売り込まなくてもらえたらいいなって本気で考えたんですよ。で、売り込みができない上に、はい、あ、上にその前に上がり症で、上がり症で人の指示で足ガクガクってますし、でもやっぱりこれからはそうやって教える、伝える方がいいんじゃないかと思ってから、気がついたら、まあ、ガタガタ足震えながら人前で喋ってるんですよ。ある時頭真っ白になったことがありますけどね、うんうんうん、まあ、そんなことを繰り返しながらやっと、こういったあの2人の前で片言の日本語を喋りました。片言の日本語に私が封じちゃった。それ片言の日本語で最初にやろうと、はいはい、やろうとして、はい、どうだったんですか、まあ、よく今日のね、ゆかさんみたいに噛んでますけど、よく噛んでましたよ。言われても、はい、で最初のね、初めてのセミナーなんかで忘れもしないです。一人も参加してなかった。ブログ読者、もう皆さんこれ今ブログやってる人いっぱいいると思うんですけど、はい、ブログ読者600人ですよ、うん、600人も集まってんだからなんかできんじゃねえのとか思って告知したわけですよ、うん、いや、ゼロ。あ、私ね、ちょっとね、2万ビューでもゼロなんですよ。登録のフォームが、これリンク、これ間違ってそこのせいに自分でクリックしたんですよ。僕が最初 の、 あの希望者。あれで、友達がその噂を聞いて、まあ、しょうがないなと、うん、お金も払わずに参加してくださいまして、で、2人参加してくれて、まあ、セミナー中に涙がポロ。また泣いた。人前で泣いてもらった。懇親会で涙ポロ。帰りの銀座線で涙ポロ。あ、それはそうか。え、栃木から東京で1回目のセミナーをやったと。そう、東京でやった。それも結構なチャレンジャーよね。チャレンジャーです。でも、これどうしちゃう、逆にいけんじゃないかと思った。私だって1000人超えてますよ、それ。いや、東京って怖いとこだなと思いましたね。東京のせいにしちゃった。ちょうど銀座線、銀座駅超えたあたりで涙がめっちゃ泣いてる。泣きましたよ。それで、まあ、悔しくてね、うん、これはでも悔しいけど、なんていうのかな、でも売れてる人が現実にいるわけだから、うんうん、なんか違いがあるんじゃないかなと思って、うん、で、まあ、徹底的に勉強したんです。あ、え、どんなこと。やっぱり集客っていうのも根本から見直して、まあ、いろいろ心理学とか、まあ、いろんなことを勉強しましたね、うん、でいろんな、それから結構ネットで検索するとそういう本がいっぱい売っていて、で読み始めて、で今度はセミナーに行ったりとか、うん、でだんだんこうブログの記事の書き方もちょっとずつ変わってきて、でじわじわと問い合わせが入ってきて、で最初自分に問い合わせが入ってきて、でお、なんか最近変化が起きてる、うん、で今度クライアントさんに提供したらクライアントさんも変化が起きてきて、これ間違いないな、うん、でだんだん自信がついてきた感じです。最初は涙ポロポロですよ。と何度も言いますけど、あのクライアントさんがね、結構本当自信ないんです、私なんかできるでしょうかとみんな言うんですけど、いやいや俺を見ろって感じです。俺の5年前6年前のブログ見てくれて。それが5、6年前なんですか。6、7年前かな。39ぐらいかな、39か40ぐらいで僕コンサル始めたん で、 で当時コンサルコンサルだったんです。で途中からプロデューサーに変わったんです。その最初の1回目のセミナーっていうのはどういうネタだったんですか。チラシセミナー。ああ、やっぱチラシのセミナーだったんですね、うん、でそれからチラシ、僕ね結構チラシのセミナーは一番多いかもしれない。それ今でもね、それでも、うん、たまにやるしね、あの名刺の作り方とか、うんうんうん、あ、そう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 、コンテンツを聞きたいんですよ。そのプロデューサーとしてのコンテンツ、はい、いろいろやっぱり名刺の作り方とか、まあ、僕の名刺ね、ちょっと独特の、あ、そうですね、2つ折り、または3つ折り、え、見せちゃっていいですか。いいですよ、ぜひ。今
ます、うん、はい、あのまたあれに出しておきましょうかね、はい、ぜひママラフに出します、うん、ちょっとじゃあ選挙ポスターみたいな話ですけど、はい、これが結構三つ折りなんですよ、はいはい、で当時ね、やっぱりこういった名刺って作ってる人あんまりいなくて、うん、でもこの名刺差し出すだけで問い合わせが入ってくるという状況が地域ありましたね、はい、でそんな名刺作りとか、まあ、名刺作りといっても売れる名刺の作り、はいはい、またチラシもそうですね、チラシもやっぱり皆さん今さっきも言ったように自分で作るようになったんだけど、作り方は分かってるけど売れる作り方が分からない、なのでチラシの売れるチラシの作り方を伝えたり、あとはブログとかメルマガの記事皆さん書いてますよね、はい、あれもただ一生懸命真面目に書いても実は売れないんですよ、先週分見てくださいね先週分どれぐらいね違うかって私が身を削って話してますからね、はい、うん、結構ね皆さんね結構癖があのどうしてもほら真面目ですから真面目に一生懸命丁寧に書くんですよ、はい、これが実は失敗の始まりで、はい、そうなんだ、そうあのねやっぱり大事なのは感情が動く、読み手の感情が動くように書くっていうのがポイントで、はい、まあ、そのでも動く感情が動くってよく分かんないじゃないですか、はい、その辺をセミナーで具体的に伝えたりしてますね、そうしかも共感だけじゃダメなんだよね、はい、他には知ってる人もいます、他にはね、なんだろうな、あとはポジショニングセミナー、ね、はい、今月も大阪で、ね、やりますけど、ポジショニングセミナー、うん、はい、それはもう人それぞれポジションがあると、そうポジショニングやから、ね、うん、例えば僕で言うと集客って大きな縁があるとして、はい、で集客の仕事してますって言うと、うん、全国にいっぱいいるわけですよ、はい、そうすると集客の仕事してますって言っても誰も振り向いてくれないんですよね、うん、その中で僕だけのこのフィールドを作る感じ、うん、イメージで言うとね、うんうん、でそうするとどんなフィールドができるかっていうと、あの何度も言ってますけど売り込まなくても売れる専門家っていう独自のポジション、はいはい、まあ、そういうのがないと売れにくいんですよ、うん、特にやっぱりネット社会でみんなこうブログ見たりホームページ見るでしょ、うん、でその時に何の専門家なのかが分からないと問い合わせしづらいじゃないですか、うん、問い合わせ相談する、そこで何々の専門家とか何々のどこに強みがあるかとか分かりやすくできてると相談する方が相談しやすいですよね、うん、そんなフィールドを見つけるセミナーをやってますね、でもそれで見つかった人たちが、まあね、ケイちゃんを筆頭にガガガッといっちゃって、はい、もう勢いづいて、性格まで変わっちゃって、まあ、ケイちゃんのことじゃないですよ、はい、ですよね、匂、うん、いが立ったあのもうそれね、いい意味で、あの本当最初元気なかった人が、はい、やっぱり売れてきてね、仕事が楽しくなるんですよ、やっぱり仕事は、ね、楽しく、ね、うん、楽しまないといけない、それはいいことだなと思うんですけど、はい、まあ、そんなこととか、あとはやっぱり商品、うんうん、商品作りまあ、サービスっていう、そうですね、あの結構ほらカウンセラーとかセラピストなんて形のない商品、うん、そうです、まあ、コンテンツっていう人もいるけど、うん、それを作る作る、うん、作るあのセミナーだったり、まあ、セッションとかプロデュースなんかでもやってるんですけど、ケイちゃんのじゃ可愛がられるは、はい、まあ、その中で作ったこうやってこう相談し合いながら、はい、サービスを作って、うん、最終的にもそこしかないよねっていうキャラを、まあ、結果的にね大成功ですけど、やっぱりその資格を取る、みんな資格きっといろんな資格を持ってて、うん、でそれを生かしたいと思うんだけど、うん、その時に習った通りに生かしてるって、うん、みんな同業者と同じ金額、うん、同じメニュー同じタイトルなんですよ、はい、そうすると相談する人もやっぱりさっきと同じでポジションと同じで誰に相談してるか分かんないんですよね、うんうんうん、そうするとね安いとこ行っちゃうんですよ、わかります、うん、わかります、安さの競争になってます、でもね、やっぱりほら、安いところでばっかり行って私の方がいいのになんてみんな言うわけです、わかります、嬉しそう、わかりますね、だから私的にはね、4年前に会いたかったなみたいな4年前ね、までだったらね、うん、そんな業界におりましたので、はい、まあ、でも今、きっとそういう業界でね、こう、うんってなってる人がいっぱいいるんだなと思うので、そうそう、やっぱり分かりやすく、あの魅力的にメニューって作らないと、うん、問い合わせする方が困っちゃいますから、もっと安いとこ行っちゃうので、うん、やっぱりでもプロからすればね、やっぱりいいものを提供したいじゃないですか、うん、安いものじゃなくて、うんうん、ってことはそのいいものが伝わるような言葉を探さないと、言葉でさ、うん、やっぱそうやって伝えて、そこも言葉を受け取って、はい、心がそれこそ動く、で、手が勝手に動く、手が勝手に問い合わせこっちっていう、ね、はい、そこまで、はい、そうですね、そんなことを不要に提供してますね、でその9割っていうね、はい、方々が成果が出ていると、はい、すごいです、
もうそこまでやるとね、結果が出ないはずがないです。ああ、そうか。けどほとんどの方が、まあ、女性は特にもう今まで例えば主婦をやっていた、会社員やってたってことは独立の経験がないじゃないですか、はい、で独立経験ないんだからもう教わった方が早いんですよ、知ってる人、うん、で教えてもらってでやり方を、ね、その順番とかありますから、また作り込む、何を作り込まなきゃいけないのか、例えばキャッチコピーって必要でしょ、うん、あとは肩書きとかね、そういうのを作って世の中に発信する、その順番とかもお伝えしてます。そう、あのね、私も一回だけコンサルタントがあるセッションですね、個人セッションを受けさせていただいて、はい、こう、私も一応その専門家というかいろいろ勉強をして、こうなんです、あんなんですってラブさんにお話すると、ラブさんがスルスルスルってそれをね、うまい文章にしてくれるのね、うん、それ書き留めるのが大変なんだけど、ロゴも OK って言ってくれればいいのね、最初ね。でも、その、なんかそれがね、すごい不思議なんですよ。知ってるわけじゃないじゃん、はい、私が言ってる内容をがっつり知ってるわけでもないのに、それがうまいことこう文章になるっていうのは、はい、それは なぜそれができるんですか。あ、それはもう、まあ、まず慣れもありますよね、はい、うん、もう本当に僕今で4000人ぐらいの方をサポートしてきたの で、うん、でもう話を5分ぐらい聞くと、うん、もう一つの文章作れる、やるなのでセミナー中もその方の職業、うん、あの特徴を毎回聞くと、うんうん、5秒後に一つの告知文を作ります。すげえ。そこまで行きました。なのでセミナー中バンバンどうぞどうぞ言って。あ、そうだそうだそうだったね。言いましたよね。自己紹介。そうだそうだ。で、作り方があるんですよ。作り方、その順番があって、これ極秘にするか言った方がいいのか。というかその話し合いが必要なんです。あ、そうだ。じゃあ来週に回しましょうか。作り方でね、みんなが人が集まる文章の書き方が知ることになるんですね。はい、そんなラブさんになんと直で会える大阪でセミナーがあるんですよね。はい、12月の4日でしたっけ？4日に、はい、売れる記事、はい、なんと私とケイちゃんが、はい、その記事、そのセミナーを受けて、はい、ノウハウ通りに書いたら、はい、満員御礼増席満員御礼、はい、そのセミナーが12月4日ですね、はい、どこであるんですか？ピギーバックスさん。そうですね、はい、心斎橋、はい、本町か、本町からすぐ結構近いところにあるピギーバックスさんで、はいはい、あるということで、これはもう告知はいつぐらいからですか？ね、今週中にしようと思ってるんですよね。今週って言うと、もうじゃあもうやってるってことですね。オンエアの時にはね。あ、そうですね。オンエアの時には満席かも。あら。あら。まあまあ、でも一応チャレンジしてみてくださいね。はい、また、ラブさんの情報は、ママラフの、Facebook ページにも載せておきます。で、ラブさん、ラブレター職人で検索をしていただけたら、いただいたら、サイト、ホームページ、で、ブログ。そして、もし個人的にぜひぜひ Facebook でねお友達になりたいという方はどうする、ママラ踏みましたって入れていただいたら、はい、即 OK みたいな、ぜひぜひ、あ、やったー、はい、もう即 OK らしい、お友達欲しいんだよ泣くかもしれませんけど、はい、嬉しくて泣くかもしれませんね、ぜひ皆さんもつながっていただければと思います。はい、ではエンディング、またカラーのけんちゃんにカラーのお話ししていただきます。通りそうな色のイメージ、はいはい、クールミントのね、うん、ガムとかの色をイメージしながら、うん、鼻から吸って口から吐くと、はい、自然に鼻が通ります。鼻づまりでなんか息苦しい時とかにそれをイメージしながらするとだんだん鼻が通ってくる。そうね、青、そのターコイズをイメージするっていうのが、まあ、特に私みたいなのは不得意じゃない、はい、それはちょっと具体的にどういう方法があるよっていうのある？見たらいいんちゃいます？ターコイズのものを見ると、そう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 、見たらいいかな。なかった。
メージ。ネットで探せ。例えばほら、海なの？あ、ちゃうわ。あ、そうですね。そういう青みたいな。すごい綺麗な、もう綺麗な海とか。そうそうそう。でも OK。とか、あともうスマホで探したらいいんじゃないですか。ダイロイズ。デジタル。でね、それが人体実験をしたんですよ。で、長女が鼻が詰まって寝られへん時に、その綺麗な青色をイメージしてって、で、鼻から吸って口から吐くって、一緒にやろうって寝転びながらやったんですよ。初めズズズって言ってるんですけど、だんだんツーって通ってきて、何回も何回も一緒にやってたら寝たんですよ。で、寝られへんくて、はよ寝やって言うても寝ないでしょ。なんだけど、鼻詰まってたら寝にくいもん。しんどいから一緒に寝転んで手つないで鼻で、ね、深呼吸イメージしてって言うだけで安心するし、青色ですよね、イメージすると安眠効果があるんですよ。それも良かった。落ち着く。安眠効果も。そうそう、ブルーは冷静になって安眠効果があって、じゃあスッて寝てしまった。じゃあ今度自分で一人で寝るときに、寝られへんとき寝られへんって言われるより、青色イメージしたら寝れたやんって言ったら、今度面白いから自分で青色イメージして深呼吸して寝れるっていう暗示、自分で自分でかけて寝張るんですよ。だから羊数えるより青の方がいいでって友達に言ってます。あ、なるほどね。そうそうね、眠れないとか羊数えろって言うもんね。それより青イメージしてした方がいいでって言って、なんかそういうのをしていくと、こう怒る回数が減ります。自分で楽しくてやってくれるから、ね、うがいもするんだもんね、自分でね。青色のコップでうがいしたら喉がね浄化されてすぐ治るよって言ってるんですよ。じゃあそれを思ってるからやるでしょ。で、治ったって思い込むんですよ。じゃあほんまになんかマシになっていくの。で、自分でコップを出してうがいしてくれる、言う前に。面白いからね、はい、そういうケイちゃんの ケイちゃんの子供ネタ、はい、カラーの子供ネタが12月3日にありますね。はい、はい、大阪ドームセンターです、はい、あります。まだちょっと時間的に短かったんですけど、それもまた Facebook ページの方に載せておきますので、はい、ぜひね、ママラフで検索をして Facebook ページにも来ていただければ嬉しいです、はい、ではまた来週お会いしましょう。さようなら。